昨日それがすっごい早い人がたくさんいてびっくりしたよっていう、でみんな暇なのねっていう話をしてました。雨降ってない？降ってるよ。そう、またしばらく天気悪いね。雨降ってるのに外で配信するとかなんかね、落ち着くんですよね、外の方が。さあ、マークンマンにギフトいただいてます。ありがとうございます。鈴代か、マークンマン鈴代明石のポチタル追加でいただいてます。ありがとうございます。ね、たまたま携帯見てるときに通知が来るからやでだって。いや、そうなんですけど、その通知を取るっていうのがみんな早くてすごいな。別に暇じゃないよ。そう、別に暇じゃないの、みんな。ちょっと待ってね。あ、すごい、外の音がすごい。さあ、ゆらさん、初見の方、ありがとうございます。さあ、ギフトをターボさんから追加でありがとうございます。みんな忙しいよって。みんなは今、あれですか？あ、なんかこれ、全然長袖じゃなくても半袖でいける気がしてきた。寒いか、さすがに。ありがとう。ぐずついてるの、お天気が。すごい。今週、運転免許の試験なんですけど、実技。ちょっとお天気ね、悪いみたいなんです。心配になってきました。今日初めて今日もずっと講習だったんですけど、免許の練習だったんですけど、実技の。でも雨が降ってきた時に運転するっていうことをやったことがなくて、あんまりね、今まで晴れが続いてたから。だからなんかあれの使い方が分かんなかったの。ウインカーじゃなくて、あれカチッカチッじゃなくて、あれウレンブルムじゃなくて、なんだっけ、あれワイパー。そうそう。ワイパーをつけると分かんないと思って。で、今日初めてワイパー、つけました。上か下かにやればいいんだよね。確かね。ワイパーを回すだけだよって。左にプンって、上か下かにやればいい。速度が上か下かで変わってくるから、みたいな。でもちょっと結構、分かってないです。ワイパーちゃんと使えるって。初めての車乗るときとかあるじゃないですか、多分。そういうときとかに、D 入れる、ドライバー入れるとか、鏡のずらし方のやつとかさ、全然さ、ものによって違うから、すっごい怖いです。今車で帰宅中、ワイパー1回回してます。そうね、仮面実技の方が本面実技より難易度高いから頑張れ。今日ボロボロでしたもん。私左回りができないの、ここに来て。左回りがね、ちょっと苦手だっていうことに気づいた。悲しいよ。試験の日雨かな？なんかね、そんな感じがします。ちょっと雨模様です。試験日は今週なんですけど、落ちたらショールーム配信しないんで。はい。気使ってください。受かったらもちろん、ツイッターでもつぶやくと思うし、即ね、受かったら。で、ショールームも、
受かったらやると思うので。そういう時こそ配信してよ、だって。え、落ちても配信した方がいいってこと？まあ、何らかしら配信しそうだけれども。え、受かったら、祝杯あげながら配信を。受かったらもうね、もうワインとか飲んじゃおっかな。ワイン。一発試験難しいので頑張ってきてね。愚痴聞きますよって。ありがとう。結構ちょっと厳しいんじゃないかなって思ってきちゃったけど、多分大丈夫。受かったらみんな花束ギフトとか投げるやろ。え、嘘、頑張ってくるわ。じゃあ。めっちゃ頑張る。受かったら花束ギフトか、みんな投げてくれるなら超頑張ります。落ちたらどうするんだろう。私本試験2回落ちたような。落ちるよね、わかるよ。祝杯の一応お酒も買っとこうかなね。さあ、ギフト花地さん、沼千代さん、ありがとうございます。そしてターボーさん、そしてミンミハウスさん、いただいてます。ありがとうございます。まだ仮面なのに深刻ね。いや、仮面の実技が一番難しいんですって。だって道路に出るためのやつなんだから。縁起悪い言葉気をつけてねって。そう、あの、今週は縁起悪い言葉は気をつけてください。落ちるとか。さあ、フォローしてくださいました、スリキキさん、ありがとうございます。え、キッカの住所、現住所は東京だよね。茨城なら茨城まで試験行かないと。あの、私、本籍が茨城なんですよ。で、最後は、自問自答じゃなくて、あれ、なんだっけ、あれ。最後は、あの、え、実技じゃなくて、あの、なんか、自問自答、あ、なんだっけ、あれ、あと、実技じゃない方。実技じゃない方。最後は、あ、筆記。そう、筆記試験。そう、学科、学科。学科は、学科が一番最後なんですよ、私。学科が受かったら、免許を、あの、停止、あの、配布なんですけど、そう、筆記試験ね。で、本籍があっちだから、最後は茨城のところで受けて取れるんですけど、でもそれがちょっとめんどくさい。今またなんか県またげないまたげるみたいなのも出てくるじゃないですか。なんかそういうのがあるならちょっとめんどくさいから、あのマイナンバーカードで今住所こっちに移せるの知ってます？みんな、あれ、この話何回かしたことあるかな。住民票もね、住民票をあっちでじゃなくてこっちに移そうかなと思ったの、この免許取るためだけのために。で、免許取り終わったらすぐ戻すけど、それの移し方が分かんない。簡単だよってみんなに言われる。あ、この話前にしたね、だって。でも映した方が多分楽だよね。あの、わざわざ。あ、選挙も楽だよ、だって。そう。そうなんだ。多分選挙めっちゃ楽だと思う。わざわざ行かなくていいんだもん。ギフト、コッシーさん、ありがとうございます。
でもまだ映ってないんです。全然茨城で撮るのはありなんですけど、最後。まあ、行くのは苦じゃないんで。でもそんなこんなの今週は、今大詰めです。今日はきつかったなぁ。今日ほんと厳しかったの。私ってすぐ心折れるんだなって自分でも思ったぐらい。めっちゃ厳しい人生なの。愛のある。めっちゃ厳しい。めっちゃ厳しい。多分今免許持ってる、このショールーム見てる、免許全然今でも平気、普通に運転しますよっていう人が乗っても、ああだこうだ言われると思う。そんぐらい厳しいです。お豆腐メンタルって言われた。いや、そうかも。私、お豆腐メンタルかもしれない。でも、どっちかって言うと、まだ、絹より木綿よりだよ。メンタル。絹柔らかいじゃないですか。木綿より。硬い高野豆腐になりました。いや、ほんとね、メンタル確かにね、ありますよね。でも頑張ろ。頑張ろ、頑張ろ。頑張ろ、頑張ろ。みんな一緒ですよ。そうだよね。だっておじいちゃん、おばあちゃんでも、今免許取りに来てる人もいるみたいだから。まあ、おじいちゃん、おばあちゃんじゃない。50代とか40、主婦の方とかでも。みんな取れてるんだから、取れるよ。で、海外の人も取れてるんだから。一発して大丈夫。さあ、ミスト、カッコツ、ロン毛、ユーフレ、カッコカリからいただいてます。いつかは取れるよ。そうね、頑張ります。落ちてもめげずに。さあ、今のショールームはカップヌードルと50周年企画で。ギフトが今カップヌードルのやつ、ほんとなんか美味しそう。カップヌードルでもよかったけどな、今今日ほんと疲れたから、なんかもう美味しいもの食べようと思ってピザ頼んでんだ。さあ問題です。吉川優が頼んだピザ、味はサイズは何でしょうか。吉川優が頼んだ、あ、ちなみにピザーラです。ん？ピザーラかな、わかんない。ピザーラ、ピザーラです。マルゲリータではありません。照り焼きでもありません。川優頼んだクワトロの M ではありません。当たんないね。4種類の M サイズ。ベビーマヨ、ベビーマヨ、シーフード M、 パイナップルピザなんてあんの。ハワイアンデライト、いや違うの。待ってって言いながら、私自分で頼んだピザのやつ忘れた。何頼んだんだっけ。ピザーラメニューで見て。韓国風のやつ、カレーソーセージ。ピザの種類そもそも知らないな。結構、ピザーラのメニュー、結構いっぱいあるじゃないですか。あ、欲張りクォーターね。結構頼めます。クォーターね。あ、クォーターはすっごい好き。あの、4種のやつね。どこのピザって、ピザーラです。あたしこれだ。正解は、エビマヨ、欲張りクォーターの、M サイズです。エビマヨ欲張りクォーター。
これ最近 CM やってるやつじゃない？確か。みんながいつも、まあでもピザ頼むっていう人が、そんなに頼まないかな。私も言うて、なんかお友達来た時とか、なんかパーティーとか、なんかお誕生日会とかで頼むイメージだけど、なんかしょっちゅう頼むイメージはそんな、ないけど。あ、地元にピザーラないわ、だって。なんかもう嫌がらせだな、って。ピザは取りに行った方がお得。メーカーによってはそうらしいですね。そう、半額とかになるんですよね。あと、1枚買ったら1枚無料みたいな。ピザね。なんか、ピザも、じゃあ今日パーティーでもするんですかって。さすがに明日も、免許、一番最初早いから、さすがにはやりませんけども、行きませんけど。キックも CM 出たっぺなって。そうなの、CM 出てたんです、私。ピザーラの CM 出てたので。実家帰ると母親がよく頼んでくれるだって。いいですね。いいお母さん。耳にチーズ追加した？なんか、ピザの生地とかもあるんですよ。薄いやつか、ハンドトスか、みたいな。3種類ぐらいあって。私はいっぱい重量感があるハンドトスにしました。タバスコかけるって。あ、賞味期限切れてるタバスコならあるから。まあ、かけるときかけるかな。ピザーラはハロプロ兼。ハロプロ兼。結構ハロプロのメンバー出てますからね。ピザ。ねえ、お腹すいた。本当に今日も疲れた。みんな助けて。ドミノのチーズバースト生地おすすめだって。もうお腹空いてきたやん。さあ、ギフトソフィラさんありがとうございます。カッコ2もいただいてます。ありがとうございます。さあ、昨日はあれだ。生配信、ミッドナイト系に見てくださった方、ありがとうございます。また、実は来週も、今週かな、来週も、また告知しますが、入ってますので、めっちゃ、すごい呼んでいただいてます。ありがとうございます。さあ、ギフト、ジュリーさん、人生方向音痴さん、ありがとうございます。初見のゆらさん、私も話聞いてたらお腹空いてきちゃいました。とのことです。ゆらさん、バイト終わりで疲れたけどダイエット中なので夜ご飯控えてます。お腹空いた。えらい。でもほんとね、今ね、ダイエットして、栄養摂取しなかったら簡単に風邪ひくから気をつけてください。私、この時期は、ダーツしない。もう好きな時に好きなものを食べたいだけ食べるって決めてる。じゃないと体に栄養が回らなくてすぐ風邪ひくっていうのを長年経験してきてるので。気をつけてください。ああ、インスタントラーメンでも作るかな？カップヌードル食べましょう。さあ、ギフト、カズオさん、人生宝庫さん、ジュリーさん、ありがとうございます。毎日チートデイだよって。あ、わい、マグロ買ってきたっていう人もいますよ。いいな。お刺身食べたい。ニンニクいっぱいで。
わー、美味しそう。みんなはもうご飯食べましたか？さすがにこの時間はもう食べてるよね。さすがに。ご飯食べました？9時半。あ、まだ仕事中ですっていう人もいる。お昼はひつまぶしで栄養を取りました。あ、生姜焼き食べました。あ、生姜焼きとか美味しそう。でも今なんか体が疲れてるのかわかんないけど、ほんと臭いもの食べたい。なんかわかる？ほんとに。だから今、スタ丼食べたいですもん。スタ丼ご飯低めで、肉マシマシで食べたい。臭いもの食べたいの。疲れてんだと思います。ほら、疲れてんだよねって、そうだよね。馬刺しとホルモン食いてえなんて。ちょっと資料作ってて、まだ食べられてないだって。すき家のニンニク丼とかだって、美味しそう。クラークさん、おかずにコロッケとナムル買った。あら、和と、あ、洋と、噛んだりです。普通疲れていたら甘いもの食べたくなるんですけどね。そう。臭いものが食べたい。でも、臭いものが食べたいときって、体はどういう状態なの？臭いもの欲してるときって、どういう状態？確かに、疲れてたら甘いもの取るみたいな、は、昔あった。でもね、それね、あ、陰謀じゃない？多分。陰謀っていうか何？わかる？なんかそう教え込まれちゃってるからじゃないかな。さっきから食べっぱなしですよ。そう。頭使ったときは甘いもの、体使ったときはスタミナつくものですが。あ、体使ったときなのかな。刺激を欲してるから脳が疲れてるんだよ、だって。なるほど。頭脳労働と肉体労働の違いか。あ、そういうこと。私だから肉体が今ね、疲れてるみたい。あ、でも、本当に、みんなにも本当、昨日とか一昨日のショールームでも言ったんだけど、足がつるって、足がつって起きたんだっていう話を、昨日か一昨日言ったの。でもね、今日の朝、昨日一昨日その話して、でもカリウムが、なんか何が足りない、何が足りないみたいな、みんなに教えてもらって、なんかなるべくそれを直接取ろうと思って。なんかね、カリウムかな？なんか、カリウムがいっぱい入った、コンビニに売ってあるジュースみたいなのを、飲んだの。で、まあ、これで大丈夫だろうと思って、昨日、生放送前に飲んで、生放送終わって、寝て、今日ひどかった。こんなにつるっていうぐらい。こむら返ししてたよ。ちょっとびっくりしちゃった。何がさ、でさ、なんか今日つってから、なんかまだなんか軽くつってんのよ。軽くつったまま今日一日過ごしてんだけど。もうさ、直したいの。で、マッサージさっきしたんですけど、オイルで、ふくらはぎ。それでもね、治んない。直接治したい、もう。
運転のせいかな、だって。バナナはカリウム豊富。どっちの足ですか？あ、左です。お医者さん、左の足が、左の足ばっかりなるんです。右もなるけど、今違和感あるのは左。まあでも基本両足ね。運転のせいだよって来てる。そうだよね。でも足のマッサージしたいから治るものなのかな。最近、お風呂はちゃんと浸かるんですけど、あ、最近、ちゃんとお風呂は浸かって、最近ちょっとずっとサボってたのが足のマッサージ、お風呂上がりのマッサージを結構ずっとできてなくて、ここ1ヶ月間ぐらい。っていうのもあるのかな。足踏ん張ってんのかなって。ブレーキとアクセルの時ね。いやー、なのかな。メディキュットみたいなの履いて寝てるの？寝てない。メディキュットって、私暑がりだからか分かんないけどさ、朝までちゃんと上の方まで履けてた自信がない。なんかメディキュット暑すぎて、途中で半分までルーズソックスみたいに下ろしてるんですよ、気づいたら。意味ない感じでいつも履いてるんで。まあでもミネラル不足かなっていう答えもあれば。運転中足が緊張しているからですよっていう。無意識に踏ん張るかもな、運転中は。あ、でも、この寒暖差が原因かもしれない。毛細血管がもうろう、寒くなって、血行が悪くなるとつれやすくなるんだって。体も疲れた。運転って確かに頭脳も疲れるけど、体も結構疲れる。大変だ。早く一回終わんないかな、仮免の試験。水分取りましょうって。来てる。眠くなってきちゃった。もうピザ冷めちゃうんで。そろそろ、もうほんとごめんなさい。最近走ってないの？って。そう、最近、そう、足がつるようになってからやってないこと何かなって言ったら、マッサージと、あとランニング。あ、してない。マッサージとランニングしてない。あと、水分が多分寝てるときとか、あと、暑くなって、で、なんか湿気ができてるときに汗かいてるんだ、必然的に。でも水分、私あんまり取れないタイプだから、取れないっていうか、飲もうと思えば飲むんだけど、たくさん飲めるタイプではないの。そう、だからかな、足がつるようになって変わったとこといえば、足マッサージしてないのと、あとランニングしてないってこと。ああ、まあ、水分を取りましょうってきてるから、飲めってきてる。筋トレして寝れば、まあ、ただの運動不足なんじゃない？脱水っていう展開もありますよね。人間2リットルは飲まないとね。私、お水そんな飲めないんだよね。昔から。コーヒーだったらいくらでも飲めるよ。コーヒーね、でもコーヒーで水分取ったと思っても利尿作用でいっぱい出ちゃってるから意味ないんですよね。水飲めばいいらしいですよ。みんなも気をつけてください。毎晩、一杯飲むだけで違うようだって。水分不足か、運転中踏ん張っちゃってるか、ミネラル不足かって、全部が重なって多分足がつるんだろうと思うんですけど、みんなも気をつけてください。本当。でも足がつった時の、寝ぼけながら足つって直してる時の感覚嫌いじゃないけどね。この感覚分かる人いるから。なんか、全然。もっと全然続いていいですよ、この時間と思っちゃう。
変？いや、あの感覚好きなんだよな。私はね。さあ、ギフトハッピーにふわくわくさん、コッシーさんからいただいてます。皆さん、ありがとうございます。ド M カーって来た。そう、でもまだね、今日はちゃんとマッサージして、まあ明日も早いんで、復習して寝たいと思います。皆さん、ちょっとしか配信できなかったんですけど、見ていただきました。ありがとうございます。また、いつか、いつか配信しまーす。さあ、ありがとうみんな。ギフトくださった方もありがとうございました。今から、今日は本当疲れたから、ピザーラいっぱい食べてから、お風呂入って、すぐマッサージして寝たいと思います。さあ、ゆらさんもダイエット中ですが、頑張ってください。さあみんなありがとう。ソフィナさん追加でギフトありがとうございます。さあゆっくり休んでください。おやすみなさい。いってらっしゃい皆さん。おやすみ。切ります。